はい、アトラスラジオの、はい、アトラスラジオの中編、はい、お手紙コーナー、はい、お手紙コーナー中編、お手紙コーナーですか。お口回んないですね。はい、だんだん老化が進んでますね。進んでますね、老化は。着実に還暦を前にして、そうです、着実に老化が進んでおりますと。はい、で老化に抗って若作りとかしてますけどね。はい、ではアトラスニュースから。インドのお嬢さん、男と密会のために村の電力をシャットダウンさせた。いいね。八百屋お市の。そうですね。インド版ですね。インド版ですね。男と会いたいために火をつけた。すっごい迷惑です。自分のことしか考えてませんね。うん、はい。ダメですよ、こんなのはねって。はい、インドのある若い女性が近隣の村に住む彼氏と密会するために村の電力を何度も切断していたことが発覚し、地域社会が大騒ぎになっている、うん、このとんでもないラブストーリーは今月初めにインドのベティア村の住民が毎晩のように停電に悩まされるようになったことから始まったという、うん、地元の電力会社はこの停電を説明できるような技術的問題を発見できず、やがて停電のうちに泥棒やその他の悪事を働く人々が出てくるようになった。このような状況から何人かの住民が中心となって自警団を結成、地域社会を見守り、謎の停電の真相を突き止めるために動き出すこととなったが、停電の謎はあっけなく解けることとなる、うん、村のクマリという若い女性がボーイフレンドと会っているところを自警団が偶然発見、彼女が敵対関係にある村に住む若い男性との往生を隠すために電気を切り続けていたことを告白したのである。クマリは昨年インドのある電気技師が暗闇に紛れて恋人と密会するために村の電気を切ったという事件からヒントを得て実行に移したと語っている。ともあれ彼女の所業に対し怒ったベティア住民の一団が彼女のボーイフレンドに因縁をつけ、ボーイフレンドが仲間を引き連れて村に戻って喧嘩を再開する一幕があったものの、幸いなことにこの奇妙な恋物語はハッピーエンドで終わった。どちらの村も単に2人が結婚すれば事態は解決するという結論に達し、その後2人は近くの寺院で挙式したという。この婚礼が村の対立に終止符を打つかどうかは時間が解決してくれるだろうと地元の人々は考えているようだ。なんだそれ。これロミオとジュリエットの、ね、話もちょっと絡んでるっぽいですね、うん、でこうすごく迷惑です。私あの、ね、停電っていうのを聞いて、うん、まず冷凍庫のアイスクリームが溶けてしまうって溶けたっていいじゃないですか、ね、よくないですよ。どうでもいいことです。よくないですよ。溶けてもう一回固まると美味しくないんですよ。ああ変な形に固まる。そうなんか変、なんか分離しちゃったりして美味しくないし、またねあの主婦の方とかこうおかずとかね材料が腐ってしまったら、うん、という冷蔵庫とかあとエアコンもね、うん、エアコンがあの使えなかったらちょっと暑くて死にそうだしっていう、うん、すごくもう迷惑だなと思ってしまいました。そうですね。ねこのね自己中ないけないですよこんなことはね、うん、でまたなんかこう村同士対立しているっていうこともあるんですね。ああ今時あるんですね。あるんですね。インドだとはまだあるんですね。はい、はい、まあ日本だとね何々県と何々県がちょっとなんか仲が悪い程度の、うん、とかちょっとライバル視している程度のことはあるかもしれません。四国なんか4県とも仲悪いですからね。そうなんですか。香川と徳島とかね、はい、仲悪いんですか。愛媛と香川とかね、うんはい、みんな仲悪いですよ。みんなお互いに背を向け合ってますね。そうなんですか。いやもう俺が出て行って四国統一地域になるしかないな。そうですね。四国統一させてくださいよ。うん、へえ。はい、ということでね、アトラスニュースからちょっとね、あの頭にくるようなニュースでした。あ、そう、知ってます？はい、何ですか？ゲームでタートルカンパニーってあるって。うん、ゲームで？ゲームでタートルカンパニーってあって、はい、何だろうと思って調べてみたら、はい、龍馬をモデルにしたキャラクターが、うんはい、なんかあの四国を統一してなんか、はい、作る組織が、はい、タートルカンパニーなんですよ。へ
絶対うちのが先だと思いますけどね。そうですよね、うん、でなんでね横持ちにしちゃうんですか、亀山社中とかそういうのでね、いいじゃないですか、ゲーム作るの。タートルマウンテン。タートルとか言ってる。で、ね、はい。ね、あの、マウンテン、マウンテンでもいいじゃないですか。そうそうそう。トータルマウンテンね。はい。うん、で、そのなんか登場人物の顔が山口先生の顔が出てきたり、中澤さんの顔が出てきたりとかではないんですね。いや、他の某有名企業で、うん、はい、ネットゲームで、はい、俺が出てくるのがあったんですよ、山口ビンビン太郎先生とか言って、うん、でエロゲームで、エロゲームですか、うん、で俺面白くなっちゃってでもういいから公認しようと思って連絡したんですよ、はいはい、そしたらビビっちゃって向こうが、はいはい、いやクレーム来たって言って、はい、一気にもう名前消しちゃいました、ね、クレームじゃないのにって、面白いからやれって、うん、もっとやれって言おうと思ったんで、ね、話を最後まで聞いてくれればよかったのに。いや、それはね、友達がいるところだったから、はい、話は第一段階を踏んでから行ってたんですよ、だからその時にまず最初に山口さんが話来たよっていうので完全に僕はビビってしまって、はい、これ訴訟になるぞとか。ああ、そういうことなんですね。いや、俺は逆に面白いからもっとやれって言おうと思ったんだけど、はい、ね、困りますよね。困りますね。ちょっと残念でしたね。そうですね。またでもエロゲームに使われちゃうのもね、まあいいんですか、それで。まあ別にいいですよ、別にね、イメージダウンとかそういうのも別にね。いや、ビンビン太郎ってそうやっていじられるのはもう分かってたことだから、うん、はい、もうそれをこういうレベルの低いいじり方するやついるだろうなと思って、はい、それもね、うん、もう込みで山口ビン太郎で名乗ってるわけですから、はい、だからね、はい、本来は山口歳太郎ですよ。歳太郎ですね、うん、で時代に敏感たるべしということでビン太郎にしただけであって、はいはい、まあ、うん、そういうレベルの低いギャグを飛ばす奴はいるだろうなと、はい、もっとレベル低いのベンタロウとか言っちゃうともっとレベル低くなっちゃいます。あ、レベル低いですよねすいません、貧乏人のビンと書いてビンタロウ、貧乏太郎、それもありますしね、はい、うん、はい、ということで、ね、アトラスニュース、ああやっていじってたと死んじゃいましたからね。あ、そうなんですか。多分死んじゃいました。連絡つかないから。連絡つかない、それなんか精神病院に入ってる。そういうことになっちゃったんですか。まあそういうもんですよ ね、うん、ね、残念ですね、うん、はい、ということでお便り、はい、バケタン、バケタン霊石っていうんですかね、幽霊の霊に石、バケタン霊石が赤く光りました、うん、はい、山口先生、アイム様、スタッフの皆様、こんにちは、トラ吉です。トラ吉さん、以前にお化け探知機バケタン霊石貝を購入しました。ビンサンコ2で持参したキーホルダー型のあれです。今まで探知モードで家のあちこちを探知しましたが、赤く光ることは一度もありませんでした。風呂場だけ黄色に光ったことがあります。その他の部屋は緑色でした。で、これね、緑色が霊がいない、黄色だと害のない霊がいる、青色だと良い霊がいる、赤色だと危険な霊がいる、紫色だと不明です、うん、普段は寝室に置いているのですが、勝手に青色に光ることがたびたびありました、うん、そのような時はどなたか分かりませんが、ありがとうございますと手を合わせてお礼を言うようにしています、うん、ところが今さっき赤く光りました。初めてです。私はその時何をしていたかというと、酔って知人に宛てた LINE を読み返していました。その内容はその知人を否定するような内容でした。あんたはずるい人間だ的な、 LINE を送られた人にしてみれば不愉快な内容だと思います。それを読み返しているとき、バケタンが勝手に赤く光ったのです。私はちょっとびっくりしましたが、〇〇、これ知人さんの名前の生き霊が来たか、全然怖くねえよ、来るなら来いよと思い、その後にバケタン霊石を探知モードにすると緑色に光りました。うん、バケタン霊石、不思議です。うん、ということでね、この赤い色になった時にね、なんか知人さんの生き霊がね来てたんでしょうかね。いや、まあ、あれは電磁波に反応してるだけですから。電磁波ですね。そんなに気にすることないですよ。はい、はい、ということでね、お話は変わりますが、6月にアーリン先生の鑑定を受けました。アーリン先生はとても優しくて、でもどこか厳しさもあるような素敵なお姉様でした。
そのお話は長くなるので次の機会に投稿させていただきたいと思います、うん、暑い日が続いておりますので脱水による熱中症や寒暖差による体調不良などにお気をつけてお過ごしください、はい、皆様の健康をお祈りしております。うん、そうですね、バケタンのねお持ちの方も結構いらっしゃるかなと。で、うん、あれねデザイン的にもねなんかペンダントにするのに、ね、素敵なデザインなんですよね。一時ね、うちでタイアップして作んないかって話があったんですよ。はい、でちょっと高いかなどうかなと思ってこだわったんですよね、うん、はい、でそれをあとトカナが受けて作ったんですね。はい、だから、はい、どうですかね、うちで作った方がいいんですかね、うん、トカナの方そんなに高くなかったかなと。1900円ぐらい、あ全然、ね、安いじゃないんですか。うん、まあちょっと考えますよ、また。ね、そうですね、これ、うん、で、そのね、あのバケタンは電磁波に反応する。電磁波の色の違いが何かは分かんないですけど、うん、はい、まあ、そこら辺も聞け電話して聞けばね、はい、分かると思うんですよ。はい、で私はですね、あの無料のアプリで、うん、なんか幽霊がいるとなんか数値が高くなるようなアプリがありましてですね、うん、どこに行った時だったかな、あの八王子城跡に行った時数値がすごく高くなってて、うん、電磁波じゃないですか。電磁波ですかね、うん、おーって思いましたよ。まあ、あのね、うん、はい、遊びですから。はい、うん、あとですね、あの瓶散歩の時の、どこだったかな、ですね、あのお相撲さんのいる町の寺院に両国ですよ、両国のね、両国の、あ、エコインですか、あの時もね数値高くなったんですよ。お相撲さんのいる町何ですかそれ、はい、日本人ですか、あなた本当にそのアバウトの言い方やめてくださいよそうですね、不思議な言い方ですねちょっとあのお寺の名前忘れちゃったので、なんだろうっていう手がかりとして、エコインですよ、エコインですよ、ね、エコインが出なきゃダメですよで両国だからお相撲さんの町じゃないですか。まあ町っちゃ町です、町ですよね。お相撲さんの町って何ですかということでね、はい、あのいろいろとそういうね、なんかアプリとかね、あの器具がありますね、幽霊がいるかどうかをね、うん、探知するのが、はい、はい、ということでね、虎吉さんどうもありがとうございました。はい、はい、あ、ここでねちょっとアーリンさんのね心霊教室についてねまた宣伝しておきましょうかね。アーリンさんの話題が出たところで、うん、8月26日の、土曜日の、うん、16時から18時、アーリン心霊教室、シーズン3の第1回ね、早くもシーズン3になって、記念すべき第1回が山口敏太郎先生が、ゲスト。今一瞬山口敏太郎と言いそうになった言いそうになって口が乾いてた。山口敏太郎と言ってるでしょ。言ってませんよ、自分の会社の社長も敏太郎と言いようがですね、見てくださいよちょっと口の動きが鈍くなっただけで。俺健康診断でさっき、はい、あのうんちの、うんちの検査やってきたところ。うんちの検査あるんですか、健康診断。で、こうやって、はい、針で刺して、それをと入れて、はい、で、これ締めながら、はい、そういえば俺のこと、ベンダローとか言ってたやつがいるなと、ふと頭をよぎりましたよ。私ですね。胃カメラ飲んで、おいおい言ってますけど。はいはい、うん、健康診断でその場で、大便の検査をするんですか。そうですね、4日、うん、今日の朝と、はい、4日前と、あ、取って持って2回にして2回に、うん、でそれはあの取って自分でツンツンしたやつを持っていくんですよ、ね、うん、その場であの健康診断の場所のトイレでするんじゃなくて、おしっこと血液はその場で取りますけど、うん、あ、その場で取りますね、はい、尿検査はね、うんこはちょっとあらかじめ、うん、あ、4日前とかもいるんですね。 CT も取りましたしね、はい、CT スキャン年に1回の、うん、はい、このクソ忙しい時期に健康診断とかやってるんですよ。健康診断いいですよ、それでね、なんか早期発見とか、うん、そう、ちなみに私はここ6年ほど健康診断行っていませんが、絶対で引っかかります、引っかかります、うん、引っかかるのが分かってるので、分かってるので行かないです、わざと。あ、もう嫌になるから嫌です。そうそう、いろいろとね制限されるの嫌じゃないですかね、食べ物、アイスクリームは1日1個にしろとか。普通1日1個です普通は1、2個とか3個食わない、3つぐらい食べてる日もありますよね。食いすぎですよ
はい、ということで胃カメラもね、私飲んだことありますけど、本当に最初から最後までゲー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 言っちゃって、看護師さんにね、呆れられてましたけどね。きついですよね、胃カメラ。きついですよね。おならが止まらないの、おなら、うん、え、一緒に空気が入るから、はい、あの、はい、終わった後の、はい、あれ、うん、そんなことあります。うんちが出ないけど、うん、おならがプープー出てそうでしたか。でうんちだと思ってトイレ行くと、うん、おならがプープーって出てたと思うそうなんですね。列に並んで生産する前の、はい、なんかチェックがあるんですよ、はい、ここ並んでると、あ、トイレ行きたいと思って、うん、帰ってくるとまた一番後ろになってて、うん、その2、3回繰り返して遅くまでね。そうですね、時間がね、あれなのに、ね、こんなに並ばせるのはおかしいって、うん、体調の悪い人間をこんなに立たせて、うん、並ばせて、はい、ね、はい、下で総合受付で生産やる前にやるのはおかしいと、俺当初過去から。そうですね、ちょっとうんち漏らしてダラ漏れになったらもう俺は立ち続けるのかと思いましたうんち漏らす人もいるかもしれませんね。でもね、漏らす人は ねそう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 、あ、なるほど。最初受付とかでこう、うん、書類だけ受け付けといて、はい、それで名前で呼んでいけばいいんですよ、はい、そうですね、全くなんだかいい能率があるというかね。あ、はい、私が受けた健康診断の時結構スースーで、あの、なんか進んでいきましたよ、やっぱり。あ、そうですか、はい、そうです。段取りはいいよ。あ、そうですね。で、私また健康診断の思い出だと、バリウムをね、飲んだ時にいっぱいこぼしちゃって、その検査着にいっぱいダラダラつけちゃってて、だらしないなでもみんなきっとそうなんだろうなと思ったら、みんなは上手に飲んでたみたいで、誰も汚してなかったんですよ。いや、俺もうバリウム飲むの達人ですよ。え、達人ですか。バリウム飲んで、はい、これうんちが、うん、あの、はい、翌日まで出ますとか言ってるけど、はい、バリウムをその日のうちに出し切る達人なんですそういう達人。あ、でもそれね、なんかその日のうち出した方がいいって聞きますよ ね。なんか次の人なんかね、白く固まっちゃうかなんかですよね。だから意地でもその日のうちに出す意地でも出すんですね。そうなんです、はい、ということでね、健康診断のお話でした。はい、では次がですね、はい、元アトランティス人の母が見た UFO 参戦。お、元アトランティス人が、ね、いらっしゃいましたね。あ、仲間が少し増えてきました ね。はい、ビンタロウ先生、スタッフの皆様、お疲れ様です。先生が他の番組とコラボなさってご活躍している姿を見られるのが嬉しい篠原 N です。篠原 N さん、はい、最近前世がアトランティス人の人を探しているとおっしゃられていましたね。私の母もアトランティス人でした。一枚の布を体に巻きつけたみたいな感じで腰にベルトを巻いていたと言っていました。そしてある時突然洪水に流されて溺れて死んだそうです。何が起こっているのか分からず苦しみながら水に飲まれたから大量の水は怖いとよく怯えていました。溺れた時のことを思い出すからってあまり海やプールには入らなかったです。お風呂もカラスの行水で済ませていました。そんな母が見た UFO の中で私が話を聞いて強烈な印象に残っているやつ3選を話そうと思います、まず逆ピラミッド型。私が保育園に通っていた時代、夜中に突然外に出たくなったそうです。今日はビデオカメラを持って行ったら UFO が撮れるんだろうなと思ったけど充電できてなかったから手ぶらで出てた。そしたらピラミッド型のでっかい UFO が音もなくゆっくり移動してたそうです。高さで言うと2階建ての建物の屋根の上と言っていました。窓があってその向こうに結構な人数の人影があったそうです。建物が邪魔だから広いところへ出てよく見ようと思って移動したらもういなかったそうです。2つ目、星空を眺めるのが好きだった母は家の前に安いベンチを買って置いていました。夜勤で父がいなくなり子供が寝静まった頃一人でそこに寝転がって星を見るのが楽しかったそうです。あの日も寝転がって星を眺めていたらものすごく遠く高いところでゴマくらいに見える丸い UFO が何機か一列に隊列を組んで飛んでいるのを見つけたそうです。小さな光の粒たちが何か粉のようなものを撒いていたそうで、なんだあれはと見ているとあっという間に、曇ってきて土砂降りの雨が降ったそうです。
雲一つない晴れ渡った綺麗な空だったのに、急に雲が出てきて雨が降った。そしてその雨はずっと降り続いて、その年は冷夏になって米が取れなくなった。あんたも覚えてるじゃろ？昔米がないって騒いで、タイ米食べたの。という話を何度も聞きました。三つ目、これは話してよいものかずっと悩んでいたものですが、全人類にとって大切な話かなと思うので書こうと思います、うん、ですが凛太郎先生がこれは刺激的で問題があると思えばオフレコにしてください、うん、あらちょっとね責任重大になってしまいます。どうでしょう、うん、ある日東方面にあるトイレとお風呂の窓からそこに星があったっけっていうようなところに一つの星が見えたそうです、うん、金星とかより少し大きかったかな。眩しくて明るい星でね、それが曇りの日も雨の日もずっと窓から見えてたの、うん、1ヶ月くらいずっと、うん、で、ある時夢の中でその星がグググッと寄ってきてね、そしたら目の前にマリア様がいた、うん、マリア様を中心に2本の金属の輪っかがくるくる回ってた。金属の回る音がした。そしてマリア様が怒ったらその金属の輪っかがバキーンって音を立てて割れるの。バキン？バキンになっている。バキン？バキーン。前世滝沢？そうですね、バキーンって音を立てたそうですよ。でも体力のないバキンでしょ。バキーンってね、篠原さんここ狙いましたかって。でもまたすぐにくっついてまた回り出すのと言っていました。マリア様はずっと人間を観察していたと。だけど人間は己の欲を満たすことだけを考え人を傷つける、うん、地球は人間のためだけの星ではない。そして何より核を使っている、うん、核を使うことは許されない。今の人間の技術力では扱うことができないものでコントロールを失ったら大変なことになる。それなのに人間は自分たちならそれを扱えると思っている。傲慢だ。あれは人間が扱って良いものではない。原子力発電所のことも含みます。人間たちがこのままの状態で地球の人間たちを滅ぼさなくてはいけなくなる。これからたくさんの天変地異が起こって人間の数は減っていく。だけど愚かな人間たちは今の半分の数になってもそれに気づかないだろう。人間が自分たちの行いを改めない限り地球は良くならない。自然災害が増えるからと言って消えました。そして年が明けてしばらくして阪神・淡路大震災が起こったそうです。服を着て寝るのが嫌いだった私は冬でもせいぜい薄手のシャツを1枚着るだけでズボンは履いて寝ませんでした。そんな私に母がしきりに服をちゃんと着て寝なさい、何かあった時に逃げられないからって毎晩起こり始めていたのを、記憶しています、うん、ズボンを履いたところで寝ている間に脱ぎ捨ててしまってましたが、うん、きっとあれはマリア様が来た後の話なんでしょうね。私が住んでいた地域も大きく揺れてちゃんと服を着ろって言ってた意味をそこで理解し、ちゃんと母の言うことを聞かなかったことを後悔しました。ということで、そうですね、これ寝るときにね、パジャマとか、まあ、服を着て、で枕元に靴を用意して寝るようにというふうに、ね、言われるようになってます。これヘルメット用意してます。あ、ヘルメットいいですね、うん、そうそうそう。でまずね、なんか怒ってこうガラスが割れちゃったりしてね、足とかが危ないですからね。そうですね、うん、ヘルメットを俺の枕元に置いてて、うん、横にゆるキャラのマスコット置いてるんですよ、はい、何匹か、はい、それをね、ポポのタロが投げまくって、はい、めちゃくちゃになってますよ、今日の朝方。そうですか。なんてことしてくれたの。っていうか、なんで枕元にゆるキャラの癒される。癒されるからですか。そうなんですか。ああなんて、私もちょっとね、人のこと言うの最近ですね、なんかね、小さいぬいぐるみをね、たくさん買っちゃってるんですよ。いや、僕はね、うん、ぬいぐるみだったら何でもいいなって、そんな無節操なことは言わないんですよ、はい、ゆるキャラの人 ゆるキャラですね、着ぐるみがあって、はい、地元の人がとかね、企業とか介入しないゆるキャラですよ、はい、手作りで作ってるゆるキャラに僕は好きなんです、はい、あ、手作りに惹かれるんですね。そうです。はい、わかりました、うんうん、私はですね、かぶり物をしているぬいぐるみが最近なんかツボにはまっていて、
今度写真撮ってこようかな。あ、そうですか。それでね、最初1匹だけにしようと思ったけど、なんかいつの間にか 4,5 匹買っちゃってます、そのシリーズ。あ、そうなんですか。はい。何ですか、かぶり物です。なんかね、あの顔がね、チャゲに似てるんですよね、ぬいぐるみの。チャゲに似てる。チャゲに似てるんです。あのモルモットのチャゲに似てて思わず買ってしまいました。チャゲと似てるんですか。似てるんです。で、頭にですね、なんかラクダの顔のぬいぐるみ、ん、ラクダの顔の着ぐるみかぶってたり、そういうのを売ってて、それ買ってる。買ってますね。はい。もう そろそろ、うん、60歳の私、はい、60歳、60歳になったらね、赤いちゃんちゃんこと赤い帽子ですか。赤い清水ですよ。清水ですか。刺激的ですよ、きっと。赤い清水。赤い清水。ピンク色の。ピンクですか。いや、いいんですか、それ60歳になってそれ着てていいんですか。みんな、うん、っていうか、それかわいそうに、それ私に着せて気持ち悪いなって言いたいんでしょう。いや、もういい年して何やってるのかなと思いますよ。結局落としめたいんですね。そうです。はい、わかりましたよ。はい、ということでちょっと続きを、世界の人口としてはあの震災以降も減るどころか増えていますが、自然災害は増えていますよね。母は人に伝えなきゃ、でもどうしたらよいのかわからないからで、あちこちの教会に結構電話したそうです。ですが、どこであろうと、あなたはキリスト教ですかと聞かれるだけでまともに取り合ってくれないし、頭がおかしい人扱いされたから、もう私は他の人に言うのをやめたって母は言っていました。90年代よりもスピリチュアルな話に耳を傾けてくれる人間が増えているから、今なら聞いてくれる人がいるかもしれないって思い、今から10年くらい前に私が何件かの教会に電話をかけたことがあります。本題になれば、すぐ母に電話を代われるよう母が横に控えていましたが、やはりどこも、あなたはキリスト教徒ですか、何か修行でもされてるのか、何か薬を飲んだのではみたいなことばかり言われたので、私も電話するのをやめました。はい、かたくなだった母を説得しての電話だったのに、激沈した私を見て、空見たことかみたいなことを言われました。こうして投稿しようとしている今も、最後の最後まで話してよいのか悩んでいます。他に、いいですよね。いいですよね、うん、いいです。アトラス大賞だったらね、こういう話題全然大丈夫ですよ。はい、他に無題な UFO の話でもすればいいと長く悩みました。悩みましたが、ここまで何の妨害も起きないまま文章が書けたので送ろうと思います。読み直したら心がまた折れるので、読み直さないまま送りますから、文章がおかしかったらすみません、ということでね、うん、いいですよ、アトラス大賞だったらね、全然こういう投稿は大丈夫。篠原彩さん、篠原 N さん、はい、うんうん、何県でしたっけ。こちらね、何県だったかな、特に住所が、岡山県、はい、岡山県倉敷市の方なので、倉敷の人なんですか。はい、もしよかったら、あの8月19日の錦帯橋とか、あ、そうですね、ちょっと近い、倉敷だったら、倉敷は車で2時間かかるかな、うん、ああ、そうですか、ちょっと遠いっちゃ遠いけど、はい、よかったらね、UFO を呼びに来ていただければと、そうだ ね、 ね、思いますけど、すごいちょっと不思議な、宇宙人が来てくれますよ、うん、ね、不思議な、赤い清水、もう一度の清水、なんで赤い清水ですか、ね、いやーって感じで来ますもうなんかね、変態になっていきますよアトラスラジオってこういう番組なんですよ。新しくね、聞き始めた方、こうやって、ね、よく脱線しますので、もうだから、あの、うん、下ネタアイブさん好きだから、あ、ちょっと待って、私のせいにしないでください。もうあの脱線した話もね、合わせて楽しんでいただければと、そう、ね、ちょっと同じような年代が、雑学多いですからね、ね、雑学が、雑学、そうです ね、うん、ね、たまになんか勉強になる話も、たまにとか言っちゃって、たまにじゃないですか僕は雑学で勉強になる話をしてるのに、はい、下ネタに持ってこう、持ってこう、違いますよ、数々の陰謀を感じます。違いますよ、私のせいではありませんと、うん、はい、ということでね、不思議な話だけど、やっぱり人類はね、なんか気をつけなくてはいけないですよね、うん、まあ、いろいろとね、核とかも ね、 そうね、使われちゃったら困ってしまう、ウクライナで使われるんじゃないかなっていう恐れが、はい、うん、
ね、使わないでほしいですよね、うん、はい、ということで篠原 N さんどうもありがとうございました。はい、次がですね、はい、見ていた、見ていただきたい写真があります、うん、ということでね、インスタグラムでフォローしている方の写真ですが、木の根元にバンビがいて木の上にフクロウが映り込んでいます。撮影した写真家の方にも伝えましたが、フクロウがまるで妖怪か森の主のようです。ビンタロウ先生にお伝えしたくて、場所は奈良公園です。ということでね、奈良公園で鹿を撮影されている方でプロの方かもしれません。ということで、こちらちょっとね、写真が小さくて、プロの方かもしれません、自分で撮ってないんです。だから、うん、そうですね、あのインスタだってインスタグラムでフォローしている方の写真。あ、じゃあ勝手に送って、勝手に送っちゃいけないのかな。じゃあ勝手に送っちゃうとまずいですよ、はい、まずいですね、うん、ちょっとね、写真ね、あの小さくて見えないんですよ、実は。いや、これは分かんないな、ちっちゃすぎるな。まだインスタの URL を送ってくれた方がいいですね。あ、なるほど。あとはね、ちょっとこれ画面に拡大した画面でなんとかできるかなという感じですかね、うん、でも使用はできないですよ。あ、勝手にね、人の写真載せることはできないということでね、はい、わかりました。じゃあちょっとね、ちゃんと許可を取ってくださいね、うん、はい、じゃあね、あの不思議な写真があったということでですね、うん、はい、NY さんから、はい、どうもありがとうございました。それさっきからちらちら見えてるんだけど、はい、その悪魔が鍛えて笛を吹くみたいな横溝正史先生の小説ですか、それは。これですね、はい、でこちらもね、宣伝させていただこうと思って、あのバリ絵図で、うん、あの 別のバージョンのポスターが送られてきまして、うん、こちらもぜひあの皆さんに紹介してくださいということですので。これダルツが作ったの。ダルツ君、ダルツさんですね。これ8月26日の17時30分、森林カフェにおいてバリ絵図という怪談ライブがあります。でこのね、恐ろしげな写真はですね、今回のゲストの深夜さんの写真。深夜さん、どう見てもこれ横溝選手だな、はい、横溝選手ですか、うん、悪魔が来たりて笛吹くってそんな感じでしたっけ。いや、もうこれでこう横笛を落としたら、はい、悪魔が来たりて笛を吹くんですよ。はい、ということでまたね、面白いポスター。え、ベリーイージー、はい、バリエズイ。あ、バリエズイ、はい、はい、これ人相悪いなひどいな、深夜さん人相悪いと言われてます。でもこれも怪談師としての強みといえば強みですね。なんか雰囲気出ますからね。で、うん、こちらがね、2000円でお友達連れてきたら半額ということです、うん、ね、皆さん、あのお友達を連れてぜひ見に行ってくださいね。はい、はい、ということで、中編が終わっていきます。中編終わりですか。はい、もう終わりなの。終わりですよ。名残惜しいね。名残惜しいです ね、 ね、はい、まあそうやって、うん、はい、皆さん深夜ラジオで聞いてると思うんですけど、はい、だんだん眠くなりますね。もうね、半分あたりで皆さん寝落ちしてるかもしれませんね。そういう時は翌日また聞いてください。そうですね、また聞き直ししてくださいね。はい、はい、じゃあおやすみなさい。バイバイ、はい、中編終わり。